ねえねえ。
悪くない動きだったぞい。 登場いないわ。あのままだったら孫悟空もピッコロもラリスに倒されていたであろう。こういうふうに歴史に異常が発生した時はお前さんたちが出動するというわけじゃ。 今回はうまくいったが、この先の歴史にはさらなる危機が待っておる。もっともっと修行して強くなれば、歴史の修正はままならんぞ。必ず一番偉い神様である海王神が、ギギギギに強力な努力をやってやったのじゃ。
わしの言うことを素直に聞いていれば、おいおい、実力もついてけ。はいはい、話が長いわよ、おじいちゃん。あの時の海王神、千歳ちょっとしか離れたのに、おじいちゃんは寝ちゃう？何言ってるのよ。誰がどこからどう見てもおじいちゃんじゃない。こんなプリティーな私と一緒にするなんてどうかしてるわよ。くぅ、何がプリティーじゃ。まったく口の開けないやつじゃの。とわしが話はこれくらいにして、あとはこの世界についてちゃんと教えておかんかの。そうね、あなたもおじいちゃんの長話に付き合わされて退屈してきたところでしょ。私が案内してあげるわ。こっちよ、ついてきて。あ、こら、また勝手に話を進めようって。